みなさんこんにちは、オフィスまゆみのあやちゃんです。イエーイ。はい、今日はですね、皆さん疲れやすくないですかということで、疲れについてちょっとお話をさせていただきたいと思います。この動画よかったらいいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ということでですね、今日疲れについてお話ししたいんですけども、もうね、ちょっと最後に私のこの体験談もお伝えしたいと思いますので、ぜひぜひ最後までご覧ください。はい、で、今日ご紹介したいのは、なんとマルカンのですね、ちょっと隠れた人気商品、こちらです。はい、ハイスピード毎日パワーコエンザイム910ということでですね、こちらの商品、一応35粒カプセルのタイプになってまして、35粒入ってですね、1つ3780円の商品になっております。こちらご紹介したいんですけど、何がすごいかって、これですね、毎日パワーは入ってるものがすごい。はい、こちらです。はい、今日書き出してみました。はい、これ見えるかな。はい、マカ聞いたことありますね。あとコエンザイム910、はい、書いてますかね、コエンザイム9点、はい、コエンザイム9点、はい、胃腸派とかですね、高麗人参、あとニンニク、ロイヤルゼリーとかですね、皆さん聞いたことあるんじゃないでしょうか。結構ね、皆さんが聞いたことあるような、すごい話題の成分いっぱい入ってます。などなどいっぱい入って、すごい絶妙なバランスで入ってるものになるんですけど、一応ですね、1回、1粒から3粒を1日1回から3回に分けて飲んでくださいねみたいな感じで書いてるんですけど、これですね、お客様にちょっと体験談聞いて聞かせていただいたんですけども、お客様でも結構ね、ハードな仕事されてる方、看護師さんとかもこれを朝飲んでからお仕事に行くと、お仕事ね、終わって帰ってきてからのこう体の体感が全然違うんで、大好きで飲んでますっておっしゃる方ですとか、あとやっぱり働き盛りの40代50代のご夫婦とかが、これを朝飲んで仕事に行くと、やっぱり帰ってきた時もね、全然体の感じが違うので飲んでますみたいな感じの方が結構いらっしゃいます。はい、多いですね。で、私もこれ飲んでるんですけど、私の場合は朝飲んでるんです。別にお薬じゃないのでいつ飲んでもいただいてもいいんですけど、私は朝飲んでいて、その日の体調、別にお薬じゃないので、潰すね、別に自分の体調に合わせて全然変えてもらっても大丈夫なので、私の場合は朝のその自分の起きた時の体調によって潰す変えてます。元気な時は一粒飲むようにしていて、ちょっと今日しんどいなとか、ちょっと体調があんまり今日はなんか絶好調じゃないなって感じるときは3粒とかね、飲んでですね、はい、その日によってちょっとこう変えてるんですけど、この前私が自身の体験談ですごいびっくりしたことがあって、その日はお休みの日だったんですけど、ちょっと愛知県の方まで行ったんですね。愛知県のどの辺かって言ったら、愛知県の飛行場の近くの展示場のところまで京都から車で行ったんで、片道どんくらいかかったかな、途中のサービスエリアで休憩しながら、車で行ったんですけど、途中のサービスエリアで休憩しながら行ったんで、3時間半ぐらいかな、片道かけて行って、で、実はキャンピングカーのね、展示会があったんで行ってきたんですけど、その展示場をね、うろうろというか、ずっとついてからも見て回って歩き回って、でまた3時間半かけて帰ってきたんですけど、それでもそんなにもうぐったりして動けないという感じではなく、普通にね、家事ができたりするぐらい元気でした。で、次の日も普通にね、元気に、次の日お仕事だったんで、こちらのね、オフィス前のみんな方に出勤したんですけど、元気に一日働けました。はい、そんな感じです。はい、で、その日はもう長距離運転するのも分かっていたので、こちらのね、毎日パワー3粒飲んでですね、はい、運転したんですけど、なんかやっぱり飲んでるのと飲んでないので全然体感が違うんだなっていうのを改めて感じて、こんだけ往復運転して、しかも休日一日遊び回ったのに、次の日すごい元気でいられるってね、ありがたいなっていうふうに思いましたので、
ちょっとこれは改めて皆さんにも私の体験談をこうやってお話しさせていただこうと思ってね、誰かのお役に立てばと思って今日動画を撮らせていただきました。はい、もしね気になる方とか、あ、一回試してみようかなっていう方はですね、概要欄に貼ってるマルカのお店さんにぜひぜひ問い合わせてください。でもし近くにお店がない場合はですね、こちらオフィスまゆみの方でも問い合わせてもらって全然大丈夫ですので、よかったら試してみてください。はい、もちろんですね、あれですよ、疲れとるのに睡眠とかも大事ですし、適度な運動とかも大事だと思いますし、やっぱり楽しくねないことをするとこうどん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 疲れて溜まっていくので、ひとりさんも言ってるように仕事するときにちょっとこう仕事を、ね、嫌なことって捉えるよりも、今日この仕事何分でできるかなとか、あの私たまにやるんですけど、まゆみ社長の動画とか編集するときに、今日はこの動画の字幕をあのこれくらいの時間で全部つけれるか、タイムトライアルみたいな感じでね、楽しくゲームのように仕事を楽しむっていうこともね、疲れがこう軽減する方法かなと思うんですけど、まあそのいろいろねやっていく中で、もちろん食生活気をつけたり生活習慣とかね改善していく中の一つとして、よかったらあの毎日パワー試していただければなと思います。はい、ということで今日も最後までありがとうございました。この動画が良かったらいいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。皆さん、今日の動画はいかがでしたか？ここからはまなちゃんからの追伸です。体の栄養は毎日必要です。とりあえず飲むだけ6ヶ月です。6ヶ月続けるだけ、一生の友としてお付き合いください。オフィスはあなたの健康を全力でサポートしてます。とりあえず飲むだけ6ヶ月です。続けてみましょう。